コンテンド、SL ディスク、まごうごとなき、ジャイアントのエントリーモデル、そんなエントリーモデルをバキバキにカスタムして、何の意味があるのか。それなら、ミドル、ハイエンドグレードを買った方が良くないか。そんな疑問、僕がお答えします。はい、どうもこんにちは、笹野林業でございます。ロードバイク歴は10年以上、趣味でですね、サイクリングとか、ロードのカスタムバラカン、そんなことをね、やってます。今回なんですけど、とある質問が来ましたので、この動画で回答しようっていう話。こちら、もう皆様おなじみのジャイアントコンテンド SL ディスク、油圧ディスク、電動 DI2 を10万円台で組むには、フレームを最低限にする必要がある。ということで、ディスクフレームながらも2万9000円という破格で、当時手に入れたエントリーモデル。でもさ、DI2 をはじめとした高級コンポ、グレードアップしたホイール、そして当時のプロも使用していたパワーメーター付きの高級クランク、こんなゴリッゴリのコンポ、エントリーのフレームじゃ意味ないんじゃないの。このパーツの進化を発揮するにはカーボンフレームで最低限ミドルグレードくらいは欲しいという感じの、この手の質問よく受けるんですよ。というわけで今回はエントリーフレームに高級コンポ、それって意味あるの、言ってみましょう。まずはこのコンテンド知らないよという方向け、フレームはジャイアントコンテンド SL ディスク2018、もちろん素材はアルミです。これにアルテグラグレードの DI2、 クランクはパワーメーター付きのローターインパワー、ホイールはキシリウム S25、 ハンドルは中華ですが一体型のフルカーボン、サイコンとかライトを抜けばその重さはなんと 8.2kg。 まあこんなとこでしょうか。一見すると高級コンポでゴリッゴリに固めていますが、完成当時から少しアップデートをしてもトータルで10万円台でもまだまだ収まっちゃってる。こいつ意外に金かかってない。で、今回の本題、こんな高級コンポエントリーフレームに入れたって意味ないでしょ。もったいないよ。もうちょっといいフレームに乗せたらいいのに。ま、少なからず言われることがありますね。皆様もロードバイクのカスタムを始めたら一度や二度そんなことをね、言われたことあるんじゃないですか。もったいなくねって。せっかく買ったロードバイク、最後まで残るパーツってだいたいそのメインとなるフレームですよね。今回は結論から申し上げます。エントリーフレームに高級コンポ、全然いい。むしろエントリーフレームだからこそその恩恵がでかい。その理由3点を述べさせてください。まずは1点目、進化を実感しやすい。僕の場合はこいつバラカンで組みましたが、普通エントリーグレードのモデルを買うとき、ロードバイクとしては完成車で買うことが多いと思います。その時に装備されているコンポ、どんなやつですか。まあ車体に準じたエントリー、よくてミドルのミックスコンポ、ステムとかハンドルとかホイールやクランクだってもちろんエントリーレベルだと思います。これらの装備類が全てアップグレードされたら、その軽量化の恩恵は1キロでは足りず、2キロ以上の減量だって夢じゃない。ロードバイクで2キロ変わったらもう別物、化け物。その反面、最初からハイエンドとか買うと初期のパーツもめっちゃええのがついてると思いますので、それをチェンジしたところでその変化は感じにくい。そう、エントリーだとパーツの変更の進化を感じやすい。まさにカスタムの達成感を実感しやすいということです。そして2点目、近年のエントリーモデルはすげえ、ハイエンドとの違いがない。まあないは言い過ぎですけど、十数年前と比べたらエントリーモデルの進化は目覚ましい。一番有名なとこだとスペシャライズのアレースプリント、これディスクブレーキのエントリーモデルで素材はアルミ。このアレー何がすごいかって、その形状はほとんど先代のターマック SL7、 もう素材がアルミかカーボンかの違いなだけ。またこのアルミ素材もこだわっていて、 E5 というアルミ合金を使用し、剛性と軽量の両方を欲張りにも実現しちゃってるってやつ。アレースプリントフレーム単体では約 1100g とアルミの中ではかなり軽量。同世代の S-WORKS ターマック SL7 のフレームが約 800g くらいで
定したから、その差は約 300g。 同社のミドルグレードファーマックエキスパートだとそのフレーム重量は約 900g になりますので、その差は 200g くらいまで近づいちゃう。少し例えが尖っていましたが、スペシャライズドまで来るとエントリーとハイエンドの差ってそこまでビビるほどない。むしろその差はパーツの構成具合で全然埋められちゃう。実際にペーター・サガンがこのアレースプリントを UCI ワールドツアーのレースで使用したこともあります。このコンテント SL だって例に漏れず、ジャイアント独自のアルミ合金アルックス SL というのが使われていて、非常に軽量で高剛性なアルミフレームを実現している。もうですね、十数年前の昔のアルミと比較するとその差は歴然。グラム単位でも数百グラム軽くなってるんじゃないかな。もうね、こういった乗り心地に直結する素材でロードバイクを選んでも後悔しない時代になってます。アルミ、カーボン、それぞれに良さがありますからね。そして最後3点目、今まではちょっと論理的なお話でしたが、最後はあえて感情論で言わせてください。好きなフレームなら何やったっていいじゃないか。ロードバイクを購入する決め手は何ですか？コンポです。という方は少数派だと思うんですよね。そうですよね、皆様ロードバイクを買う決め手、ロードバイクの顔、フレームが購入の決め手だったはず。コンポは変えられてもフレームを変えちゃったらそれは別物。フレームの変更ってカスタムって言いませんよね。乗り換えになっちゃう。つまりですよ、自分のロードバイク、気に入って買ったロードバイク、それはめでてあげてなんぼってことですよ。そう、これはあなたのロードバイク、何をカスタムしたって間違いじゃない。正解です。はい、いかがでしたでしょうか。最後の3点目はまあ感情論でご了承感否めないんですが、一番重要ですよね。やっぱね、近年のアルミってめちゃくちゃ進化してるのはこのコンテンドを乗って実感したこと。正直言っちゃうと昔のアルミフレームはそのね、重量、重さをね、感じざるを得ませんでした。まあ重かった。どうしても技術的に分厚くね、作るしかなかったんでしょうね。そんなネガティブな印象も近年の素材技術で払拭していて、アルミだからといってバカにできない時代になってるんですよ。だって先ほどのアレースプリント、このカーボン全盛時代にあの皆様ご存知スーパースターのペーター・サガンがトップカテゴリーのレースで使用したことで一躍話題になりましたよね。まあ2019年とだいぶ古いですが、なのでアルミエントリーとはいえ最近のモデルならそのハイエンドとの性能差っていうのは昔ほどかけ離れてはいなくなってるということで、もうそのままゴリッゴリにカスタマイズしたって全然 OK。 むしろそんなアルミだカーボンだなんて気にせず、自分のお気に入りのフレームで思いっきりカスタマイズを楽しむ、こいつが何よりの正解だと思うんですよね。以前の動画でも熱く語りましたが、このコンテンド SL、 最近のアルミフレームらしく軽量で全く不満がないんですよね。なので僕はまだまだこのコンテンド君をこすりたいと思います。今回は以上です。笹野林業です。皆様のロードバイクライフを少しでもサポートできるように、これからもエールというような動画を配信していきたいと思います。それではまたの動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。